皆さんこんにちは、私です。みんなダイエット頑張ってますか？今日はね、タンパク質が取りたいっていうことで、イーセイスキルのね、バニラ味のヨーグルト食べていきたいと思います。はい、ではレッツゴーはい、ではレッツゴー。今日はこちらですね。どどーん。イーセイスキルのバニラ。マダガスカル産バニラビーンズ入りです。タンパク質が 8g 入ってて、でカロリーが 80g あたり 71kcal。まあ安心ですよね。食べよう。はい。これお気に入りなのよ。私、イーセイスキルね、この動画でマスカット味とかね、多分紹介したと思うんだよ。うん、それからね、ハマっちゃって、うん、結構食べてる。あ、いい香り。実はね、これね、ね、賞味期限切れてるのよ。大丈夫かな？香り大丈夫？大丈夫かな？ホエイが溜まってんだけど。昔はさ、賞味期限切れてたらさ、絶対にね、食べなかったのよ。大人になったね。というかおばさんになったね。まあいいよ。ちょっと変な味がしたらやめるね。はーい、いただきます。うん、この味美味しい。甘すぎずね、濃厚、こってりしてる。うん、バニラはね、ほんと香りすごい好き。これもね、ほっぺた落ちるタイプのヨーグルトです。ここがね、キーンって痛くなるの。よかったらみんな食べてみて。あ、おいしい。うん。ハーゲンダッツのね、スプーンで食べてます。濃厚。見てこれ。おお。ほら、こんな濃厚なんだよ。でもね、本当にね、甘いヨーグルト想像して食べちゃうとちょっと違うかも。巻き場のヨーグルトとね、比べちゃうと全然甘くないよ。うん、空っぽ。はい、ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。みんなも食べてみて。はーい、ではね、今日の飲み物、こちら、どどーん、ドクダミ茶です。乾杯。おいしい。もうね、味、ほんとドクダミ茶ってね、苦くないのよ。飲みやすいよ、今のドクダミ茶って。うん、昔ね、本当に苦いイメージあったからさ、ね、最初は怖かったんだけど、全然大丈夫。皆さん、肌のためにね、ぜひ飲んでみてください、ドクダミ茶。お通じもね、良くなるから。ね。はーい、ではね、今日のお話ね、結構ね、残念な広告。今日の朝方、稼ごうとしちゃいました。いつもね、毎晩夜の7時半にね、睡眠薬を飲むのよ。で、その後にね、過食衝動が来ちゃった。いつものね、日ごと過食ですよ。スーパーに行ったのよ。好きなものね、いっぱい買って食べたの。その時はまあ我慢できてたんだけど、寝る前ね、もう一度ね、スーパーに行って買い出しに行ったのよ。計画的犯行ですね。私ね、一度夜中にね、いつも目が覚めんのよ。で、その時ね、結構長い時間ね、起きてたりするんだけど、まあその頃合いを見計らってね、履こうって思いましたね。で、朝方ね、履いちゃったわけだけど、計画的犯行。前まではね、もうずっと過食をとしてきたから、すごい量をね、食べれることができたのよ。で、その想定で買ってきてるからさ、結構な量だよね。買っちゃったよね。でもね、お腹がね、パンパンになっちゃって、
食べられなくなっちゃって残したのよ、いっぱい。まあちょっとロケに行きましょうか。ちょっとね、行きましょう。はい、ではね、余った食べ物たち紹介します。私のね、好みね、どんなものを食べてるのかちょっとね、見ていきましょう。ではまずこちら、ロールケーキバニラ、山崎の商品ですね。こちらね、全部で666キロカロリーだって。こんなものを食おうとしてました。しかもね、私ラクラクホイップ買ったのよ。知ってる？ラクラクホイップ、ピンクのね、パッケージのやつ、あれをね、つけて食べようって思って買ったの。そんな食べ方してる。でもね、結局これ入んなくて生クリームだけで食べた。どどーん、これね、食べたことないの。美味しそうだなって思って買ったの。1個あたり373キロカロリー。これね、多分美味しいと思う。でもね、もうね、冷凍庫行きですよ。ね、冷凍保存するのがさ、いいのか悪いのか謎だよね。強度過食しちゃう時にさ、食べてしまいそうで。だからね、動画撮り終わった後、もったいないけどね、私廃棄しようかなって思ってる。ねえ、ごめん。それがいいのか悪いのか分かんない、廃棄するってことが。でもあったら食べちゃうのよ。次、山崎のアップルパイ、これも大好き。よく食べてる。1個あたり455キロカロリー。私のチャンネル見てる方は知ってる通り、私の大好きな山崎のケーキドーナツ、これね、恐ろしいカロリーだよ。多分全部でね、800キロカロリー以上ある。これね、私過食をとするときね、いつもお米がね、食べたくなるのね。で、よくね、これ買いますね。大きな大きな焼きおにぎり、これもね、3個食べてギブアップでした。で、まだね、オーラックとかあとアルフォートとかラスク、フレンチトースト風ラスクみたいな、そういうのもね、買ったんだけど、子供たちね、これ食べたいって言ってたからあげちゃった。まあこの中ね、子供たちがね、食べたいっていうものがあれば残して、あとはね、パン系ね、もう廃棄かな。ごめんなさい。1500円分ぐらい？バイバイだね。もうね、本当にやりたくないね。もう開き直ってちょっと紹介してるけど、やりたくないね。だって、ね、美味しくなかった。途中からね、まあスイッチがね、入ってる状態の時はね、美味しいのよ。もっと食べたいってなってるんだけど、もう吐くためにね、詰め込んでる時、もうね、全然美味しいとか思わない。何の話してんだか分かんないけど、まあ過食をとしちゃったような話でした。反省も必要だけど、開き直りもね、必要かなって思います。もうこれから頑張ればいいんだから。もうね、私本当に唾液腺をもね、守りたいから。一回吐いたくらいじゃね、パンパンになんないから大丈夫、大丈夫、大丈夫って言い聞かせてる。また動画いっぱいあげるから見てね。はい、ではね、こんなお話でした。見てくれてありがとう、聞いてくれてありがとう。チャンネル登録と高評価、コメントもぜひよろしくお願いします。ではまたね、バイバーイ。バルタン星人、ジャッキーン、バイバーイ。